トリガーと V スタユニバースで分けているので、よかったらぜひ見ていってください。一つのパラダイムトリガーから、大地の封印石と UR の隠れポンチですね。レジドドラゴ V、ルギア V スター、レジドラゴ V スターですね。これで一応僕がまあいいんじゃねと思ったレカードみたいなのをちょっと、で300円ガチャを2回やった結果が、とザシアン V、ダブル R とゴリラウンダー V の、SSR かなです。好きですね。次は、まあ、ドラゴンボールからいきましょうかね。知ってる方と知らない方いると思うので、まあ、知らない人は、まあ、スキップしてください。まずベジットからですね。最初に何枚かあったんですけど、なんか売っちゃったりして、それでもいいんですけど、まあ、許してください。そこで孫悟空 GT ですね。で大進化でベジータとフリーザです。はい、こちらVスタユニバースですね。まあVスタユニバース200個買ったんで意外といいかもしれないですけど、まあ、見ていってください。この基本炎エネルギーのザル、初めて言ったから、基本炎エネルギーの SR、S、まあ、SAR の牙、水大元気 V の SAR で、ナタネの活気ですよ。これ当たったんですよね。一応200個買って、ナタネの活気、イグリシアブリスターの SAR、フォックスライの AR で、基本剥がれエネルギーの SR、ガラルサンダーの AR、ロコッチの AR、ディアンシーの SR じゃない AR、ガラルファイヤーの AR ですね。あと輝くリザード、これ嬉しかったです。輝くリザードの回復以降はこんな感じでね、意外といっぱいあるんですけど、それでも紹介終わりです。今後ポケカのね、不登校とか開封する動画とかは3つか分かんないですけど、多分出すと思うので、その時は見ていってください。